え本日は雨の中お集まりいただきましてありがとうございますえ日比野勝彦と,えと伊藤先生でもあの飛行機が降りないんじゃないかと思ってあの大変ドキドキいたしましたえこのトークは本日から始まりました「感じる計画プラントゥーフィールえー第8次総合計画展」のえーオープニングイベントとして開催いたしますえートークを始める前にえ私から総合計画について 簡単にご説明をさせていただきます、えっと、総合計画とは市町村などが作る、えー、長期的なまちづくりの計画のことです、えー、熊本市では1964年に第1回総合計画が策定され、えー、今年ですね2024年の4月から今回の計画が第8次の総合計画となります、えー、総合計画の中には、えー、市民一人一人の ウェルビーング心と体が健康で幸福であるためにどんな街にしていきたいかそのために市民の皆さんと一緒にどんなことをやりたいと思っているかなどが書かれています前回の総合計画ができたのがちょうど8年前その後すぐに熊本地震が発災いたしまして計画は大きく見直さざるを得ませんでしたでその後コロナですね コロナもあって、まあ、本当に想定していないことが第7次総合計画の間には起こりましたでその第7次の総合計画を受けて今回の第8次総合計画が作られております本日は、えー「上質な生活都市熊本の実現に向けてアートによって街は動くか」というテーマでお話しいただきます、えー、今日お配りしたトークトバックの中に第8次総合計画の概要版が入れてございますので お聞きになった後にでもご覧いただければと思っておりますそれでは登壇者をご紹介させていただきます大西和史熊本市長でございます<ー>日比野和彦熊本市現代美術館館長熊本市文化顧問 <laughs> 東京藝術大学学長でございますまた本日は伊藤達也 東京芸術大学社会連携センター教授にもおいでいただいております<手>私は本日進行役を務めさせていただきます現代美術館の副館長をしております岩崎と申しますどうぞよろしくお願いいたします<手>、えー、さて今回の総合計画の中で市長が 掲げる目指す街の姿は第7次と同じく上質な生活都市とされています。で、えっとまずはえっと前の計画と同じ上質な生活都市を目指すとされた市長の思いをお話しいただいてもよろしいでしょうか。座ったままでいいですかね。はい、はいえー、改めまして皆さんこんにちは、えー、熊本市長の西です。えー、今日はあのー、まあまさにあの総合計画展というですね。えー まあ我が国初の試みと言っても過言ではないえ何だろうそれっていうふうな展覧会に皆さんお越しいただきました本当にありがとうございますえ実はあの総合計画ってあの皆さんあの総合計画なんか読んだことあるとかちょっと見たことあるっていう人どのくらいいらっしゃいますかいっうののなか,なかこの総合計画っていうのを えー、見たこととががない方が多いと思い方多思ます1964年が一番最初ですよねでその私が生まれる前からもこの総合計画ってのはずっと立てられてそれをもとに行政っていうのがこう動いてきたんですけれどもでもまあそうした中でやっぱりこの、えー、まあ総合計画っていって,て私も市長になった時にみんなにあんまりこれ伝わってないよねと。 でどちらかというと、まあ、役所の人たちがこう勝手に作ってっていうわけでもないんですけど、えー、いろんな学識者の人とこう話をして聞いてで第7次総合計画というのは私がちょうど就任した時に作ったやつがこれなんですよこんな熱いもの読みませんよね多分どうですこれ一字一句全部読んだぞっていう方いらっしゃいますかいやいないですよねで あのまあ、私たちこれ作るにあたって相当労力をかけて作るんですよだけどこれ伝わってないよねとだけどこれが実は、えー、総合計画というのが、あのー、これ国の地方自治法っていうのがあってで地方自治法の第2条第4項にですね、えー、我々自治体がいろんな政策を進めていくためにはこの,あの計画をのもとになっている基本構想っていうのがあるんですね。 これ,をこれに即して地方自治というのは運営されていかなければならないという条文が実は改正前にあったんですよ、地方自治法で。それで、えー、あのあごめんなさい、ちょっとその前段の話してますそれであの実はあのずっと作って、全国の自治体が作っていたんです。ところが、地方文献、地方がそれぞれの独自性を持って自由にやっていいですよという時代になって、ここの条文は改正されたんですね。 でここは作っても作んなくてもいいよということになったんですだけど多くの自治体がどん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 やっぱり今まで作ってたからでこう作っているところもあればこう位置づけをもう一回見直して熊本市の場合は自治基本条例というの中にですねやっぱりそれを作って議会でちゃんとみんなでこれを承認してそしてまちづくり進めていきましょうという方向になったのでそれでまた作ってるんですで私も今度は市長になりました で、市長になる時にはマニフェストっていうのを作るんですよ。で、まあ、作らない人ももちろんいますけども、私、130項目ぐらいマニフェストを作ったんですよね。これが、その、えー、2014年に最初に出た時のこと。で、これで130項目ぐらいずっとあるんですけど、これも、全部が全部を網羅したわけではないんです。 私が主にこれをやっていこうっていうものをここに掲げてるんですね130項目そしてその後二2018年にも120項目のマニフェストを作りましたでその後もも2022年、えー、1年半前の選挙の時もこれ作りましたでこのガイドラインはまあ見,見られたことがあるかもしれませんこの中に例えば子どもの医療費の拡充をしますとかですね例えば文化顧問を 起きますみたいな話も実はこの2022年の中に入っているんですねで今日々の館長を文化顧問としてお迎えした、まあ、こんなことなんですでそれでもまあこのそういうマニフェストを今度は行政の計画として作りましょうということでこういう総合計画ができてでこれが全てのいろんな子ども計画とか福祉計画とか、えー、その道路の、まあ、都市の計画だとかいろんなものの最上位にあたるものなんですよ。 でその時にこの目指す町の姿をどうしましょうねっていうところで一生懸命考えたのがこの上質な生活ということだったんですで私が市長になる前に一生懸命これ考えてたんですけどもで豊かな自然とか歴史文化に恵まれて温かい触れ合いに満ちた地域の中でやっぱりお互いに支えながら心豊かで幸せな暮らしが営まれる災害に強く誰もが安心して暮らせる町。 そして市民一人一人が自分たちが暮らす町に誇りを持って夢や希望を抱いて生き生きと多様な生活を楽しんでいる町、まあ、自由な、ね、ところがあるということですけどもそのような市民が住み続けたいそして誰もが住んでみたくなる訪れたくなる町、えー、上質な生活都市を私たちは目指しますということをみんなで実はこれ考えてこれを作って 第7次総合計画を立ち上げたんですねですからこの第7次総合計画の基本構想に実はこれが入ってるでも「上質」って言った時になんとなくあなんか市長が言いよらす「上質」というのはなんかこう贅沢ななんかきらびやかなブランドものがこキラキラしてそういうイメージを持つ方も多いかもしれませんけど上質というのはそうではないんです。私が目指すやっぱり上質というのは一人一人違うんですよね。価値観が違うじゃないですか。 そうするとやっぱり自分たちが生活をする中でとってもああの居心地がいい自分の価値観を満足させてく,るくれるようなその街があるよねっていうことだから、えー、例えばこうやって美術館に来て話を聞いていることが上質だっていうこともありますし、えー、そういう意味では例えば交通の、まあ、移動今渋滞問題がありますよねこれはとても上質とは言えないじゃないですか。 街の姿ととしてももこれは誰もがやっぱり嫌だなと思う例えばそういったものをより質の高いものに転換していこうよっていう意味でこの「上質」っていうのをあの目指してますのでそれは逆に言えばお一人お一人の中に実はこの「上質さ」の答えがあるそれを満足させるようなお町を作れば市民も住み続けたいし誰もが住んでみたくなるし訪れたくなるよね、まあ、こういうふうに実はあの位置づけたっていうことなんです。はい はいい、えー、ありがとうございますで、まあ、なんか市長は弁が立つしあの言葉で言うとすごいよくわかるんじゃないかなと思うんですけどそれをこうあえて今回こう展覧会っていうものにこう落とし込まれたというかあのそこのご説明をちょっといただきたいんですが。こう こう分かりやすく言葉で説明するっていうのがこう行政のこう説明責任とかってよく言われるんですけどもそのま展覧会ってこうある意味ふわっとしたものとしてこう見せるっていうのは行政としては結構こう珍しいことなんじゃないかなと思うんですけどいいかがででししょう珍しいですよね多分これホームページにあのアップして、はい、議会で議決されましたホームページに載ってます皆さんご覧ください。 概要版はここれででですすみたいなことで終わるんですそうするとやっぱり共有されないままある意味ではもう行政にお任せのままで、えー、この町の運営とは進んでいきますよねだけど多くの人が参加すれば参加するほどいいあのあのより皆さんの上質に近づける町づくりができるだろうでもそのためになかなかじゃあ総合計画の話しますんで来てくださいって言ったって来ないでしょ皆さんどうですかねふフ,フフフって笑ってますけどね 多多分分そううだと思うんです。私も多分行かなないと思うんんです。なんかそつまんなそうだなだけど例えばアートっていう切り口が入るだけで総合計画ってこんなに変わるのかっていうのをちょっと見てみたい私自身も見てみたいと思ってそれで日々の館長が文化顧問についていただいてでちょうど1年前にですねあのいろんなディスカッションをして文化顧問に着いたら何をしようか。 行政の中でいろんなご用聞きもしていただいてますけれどもいろんな話を聞いてやっぱり新しいアプローチをこうやって市民とこう共有できる場を作りたいよねみたいな話をしている中でさっき少しビデオでも流れてたかもしれませんけれどもその時にあ今総合計画っていうのを作ってるんですよねとだけどこれってあんまりこう共感もされないし読まれもしないしみんな知らないっていうなんかこれ そのアートのアプローチでできませんかねって話をしてるときにじゃあ総合計画展っていう展覧会がいいんではないかっていうことになってよしそれやろうっていうことで実はあの話がずっとスタートして、えー、今日に至ってやっとこれができるようになったってい日ことですよね。 あの僕もこうアートの,あの今市長が行政の立場からあのこうえマニフェストがあり総合計画がありそれをこう市民にこう伝えていくっていうまあえ行政側からの視点で私の方からのこうアート側からの視点っていうのがアートがもっと世の中のいろんな社会的なテーマ課題に対してえ接触することによってアートの可能性 アートによって社会的な課題が解決できるきっかけにそんなアートって機能もあるんだよっていうことをあのアートの立場から言うともっと発信していきたいっていうのが根本的にあります。で今東京芸大のあのにもあるんですけど東京芸大も今までは優秀なトップクリエイターたちを育ててきたというものが評価されていますけどもそれともう一つ アートがもっともっと日常の中のこ,うこれから今社会が目指している多様性ある社会一人一人のその人らしさっていうものを認め合う社会を築いていこうという時にこれは絶対アートが役に立つ機能するアートっていうのは本当一人一人が違っててまあお前らしくていいよねその絵は君らしいなんかあの価値観だねっていうのがこうアートの魅力なのでそれは絶対使えるんじゃないかっていうのが自分の中の。 の大きな考え方がある上で美術館の活動もあの始めました。で、美術館の活動の中で、今市長もあの言ってもらった。この御用機器っていうのを始めてたんですね。こう社会的な課題を一番 あの分かりやすく、えー、出会えるのはどこだろうかってうこれやっぱ市役所かな市役所に行くといろんなこう市民の課題っていうものもこう取り組んでいる、えー、話が聞けるだろうなということであの館長として市役所に、えー、いろんな部署に話を聞きに行った活動の延長線上に、えー、第8位総合計画っていうのを市役所が今制作中だということでそれはぜひ美術館の役割として もっともっと美術っていうものがいろんな課題を解決することができるんだよという美術館の広がりを伝えるためにもこの第8次総合計画展っていうものをやりたいなっていうのを市長との会話の中で始めてでそれでじゃあどんな展覧会になるんだろうかっていうことはその時はあまり深く考えずにじゃあよしそのじゃあその展覧会をやろうっていうのは 割とテンンション高く決まったんですね、はいえー、すごくなんかテンション高くそれいいってなったんですよね、うん、これはどこもやってないし、ね、どこの美術館もどこの市役所もやってないこれは絶対やるべきだっていうのであの、はい、盛り上がったのが、まあ、1年ぐらい前ですかねでそこからはもうこの第8次総合計画展の担当の市役所の人たちと美術館のチームが一緒になって。 えこう展覧会どんなふうにしていこうかということではい進めていきました、はいえー、っとトップ同士が盛り上がると大体こう部下が苦労するっていうのが <laughs> あのよくあることだと皆さんお分かりかと思いますけれどもあのそうですねあの総合計画展をやるにあたってやっぱりこう日々の館長の中にはこうアートだからできる。 えーとアート「アートなの?」っていうんじゃなくてアートだからこそ、えー、総合計画に対してできることがあるんじゃないかっていうそういう,こう確信があられたような気がします。いかかがですかね そうですねあの第8位総合計画展の,あの副題として「感じる計画」っていう言葉をあの出させてもらいました「感じる計画」計画っていうのはやっぱりどうしてもこうテキスト的なマニフェスト的な目標とか数値とかっていうのが計画っぽくなるんですけどもでもここでいう「感じる計画」っていうのがここがやはりこの展覧会のやり,たやりたいところで言葉が生まれる以前っていうのは当然感じる心があるわけですよ。 情情緒緒ががあっっててその情緒が言葉になっていくっていういうきなり言葉が生まれてくるわけじゃなくってじゃその元のところの感じるところはここはアートの得意なところなので言葉以前言葉未満っていうところ、まあ、そこのところでこの第8次総合計画が挙げている8つのキーワードっていうものを、えー、アート的にこう発信していきたい。 っていうところのまず発想があって、あのもう見ていただいている方もいるかもしれません。けれども、も、えー、熊本市現代美術館がコレクションしている修蔵作品の中から、その8つのキーワードとこうマッチングしていった作品を展覧会として出しているということになりました。はい、はい、ありがとうございます。あのー、ま展覧会ご覧になっていただくと、えー、作品とえっ、ー、と。 ビジョンっていうものをマッチングさせて、1から8まで番号が書いてあります。で、えっ、ー、とその番号がビジョンの1,2,3,4,5,6,7,8とえっ、ー、と対応していて、えー、熊本でえっ、ー、とどんな豊かなこう生活が営まれてきたからこの作品が生まれたのかとか、えー、例えば熊本で地震があったっていうことにアラあ,あのアラーキーがすごくショックを受けて。 それをその新聞をかしゃってその日の一日の思い出として、えー、日記として写真に撮ったっていうようなそういうものを、えー、と自分が今度は感じてどう、えー、総合計画を考えていくかとそういう展覧会になっています。であの日々の館長ってももととアーティストでなんいうか あのこういう企画をするというよりも自分が制作される側なんですけれどもそれってやっぱりこう芸大の学長っていうところにすごくあのこの今の日比野さんがいるっていうところがこう大きく関わるような気がするんですけれどもこう今ちょっと芸大でどういうことをされているかとかを教えていただいてもいいですかはい、あのー えー、まあ今日このこの後伊藤先生に今、芸大何をしているかっていうところの話をねあのフル前段のん <laughs> ですけども、えー、芸大で、えー、福祉かける芸術っていうキーワードで、あのダイバーシティ・オン・ゼ・アートプロジェクトっていうものが、何年前に始まる ?10 年前、7年前、7年前、準備令と8年前、始めました。 でその福祉とこう芸術ってなん,かなんか一瞬違うんじゃないのってこうお役所的にも文科省と厚労省違うよねみたいなでもそこの、まあ、僕もいろんな活動をしている中で、まあ、あのアール・ブルットの作品展もねあの友とシスコさんのやつがあったりとかしていて、えー、いや福祉っていう考え方の中にやはりその人 それを障害じゃなくて個性と見ていくことによって結構福祉の中での課題っていうのをちょっとゆ,るゆ,るゆすることができるっていう何か体験がありましたそれは自分が福祉施設にちょっとステイしてその人たちの活動を見てるとですねうんこれって何か。 新しい歌詞と出会ってる文化施設のような体験なんじゃないかなっていうことを思った時があったんですねなのでこれはこ結構アーティストにとってはいろんな福祉施設の人たちとこう交流することによって自分の世界観も広がっていくんじゃないかっていう体験のもとに福祉かける芸術っていう授業を芸大中で始めてでそれがだん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 んですね世の中の まあ多様性ある社会を作っていこうとかこういろんなこう社会的な課題に対してちょっとこうどうしていったらいいんだろうかっていう閉塞感的なところに一人一人の心の拠り所としてのこうアートっていうものが重要視されてくるっていうことも相まってっていう中で今度はですね「共に作ろう」っていう競争のーキーワードが出てきて。 さまざまな、えー、領域の人たちとこう共に作っていくっていうのをアートっていうステージが、えーまあ、束ねていくっていうかつな、えー、いでいくっていうようなその競争拠点プロジェクトが始まりましたっていうのが、えー、今日伊藤先生がこの後ちょっとあのバトンを渡しますけれども岩崎さんここで伊藤さんの話でいい,い,いんですか <laughs>、はい、よろししくお願いします <laughs>、はい あの伊藤さんよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、あの今日はぜひですねあの東京ゲイダが今何やってるのかっていう話をちょっと大日町にも改めて聞いていただき熊本市民のそして美術館に来ている方々にも聞いてもらってあの僕のこうえっ、ー、とビジョンとしてはですねもっともっとこうあの、えー、熊本市、えー、美術館も市役所も 将来的には、なんかこう、まあ、芸大というのは人材の育成、教育育成機関でもあるし、いろんなことを実験していく場でもあるので、まあ、共に一緒になってこう、あの行政、市役所、美術館と一緒になって、東京芸大もですね、なんかあのフィールド、ここをフィールドとして一緒にできればいいなぁとは、えー、思っておりますので、えー、ちょっと聞いてください。はい。 はい、いありがとうございます、えっと、まずあのちょっと僕の方からあの下大の取り組みをご紹介する前にあの先ほど日比野学長と館長と一緒に感じる計画展見てきたんですけどもあの総合計画をこう読んでみたたくななりました、はい、なんかやっぱりあの総合計画っていうのはあるのはもちろん知ってはいたんですけれどもでもやっぱりこう 何かこう,こういうことが今共感されるべきことなんだなっていうことを何かこう見せてもらえるとこの共感にもう少し理解を示そうみたいな気持ちになってあどういうことがここの8つのビジョンの中で言われてるんだろうっていうことに関して改めて総合計画に関して違う切り口で関心をいただいたなっていう感じがしてなるほどこういうやり方あったのかっていうのは。 えー、僕もあのすごく発見でしたあの本当にあの今社会連携センターっていうところであのお仕事させていただいてるんですけども、まあ、いろんな企業だったりとか自治体だったりとか研究機関だったりとかと一緒になりながら、まあ、新しい研究とか事業とか、まあ、あの広い取り組みとかをやっていこうとするんですけどやっぱりそこではあの芸術大学といえどもですねやはり、えー、言葉だったりとかあるいは図解だったりとか。 いわゆるこうプレゼンテーションだったりとかまあそういった一般的な方法でまあなるだかこう共有をしていくっていうことが求められるんですよねでもやはり重要なのって単純な知的な理解だけではなくて共感するっていうことまず,あのまず共感から入るっていう入り方っていうのは本当にアートがこれから重要ってか重要だなと思ってもらえるとっても大事なアプローチだと思うのでなるほどこう。 僕はも,もっとですね総合計画みたいなものをパネルで展示されているのかなとか最初そういうイメージだったんですよそれがもう全然違ってなるほど総合計画に8個の共感を得るというかあのとってもあの素晴らしい展示だなとうう思った次第です。 あありりががととううごござざいいまますすそれでですねあの皆さんに共感を持っていただけるかどうかあれなんですけど僕が今東,東京芸大であのやっていることについて、えー、少しお話をしたいと思いますが10分くらい話しても大丈夫なんですかあ大丈夫ですかはいでは、えっと、スライドを送っていただいて、えー、お話ししたいと思うんですが。 えっと今ですね、えー、芸大では共生社会を作るアートコミュニケーション競争拠点という取り組みをやっております。あのちょっとスライドの字がですね、細かいのがあの出てまいりますけれど、ちょっとあのあんまり読まなくても全然話し通じる内容なので。 見見えなかったら見えななかかっったたらのでで全然大丈夫です、えー、次にちょっと進んでいただいてですね、えー、実はこの、えー、競争拠点っていう事業っていうのはいわゆる国プロって呼ばれてるものです国の,あのプロジェクトとして大学が採択されて行うものなんですけれども、えー、科学技術振興機構っていういわゆる科学技術の予算みたいなところから、えー、我々はあの予算を頂い,いて一緒にやろうというものなんです。でどんなことととをやろううしているのかっていうと まあ、ウィズ・ポストコロナ時代にあって、えー、そして2030年まで、えー、今やっている SDGs、まあ、こういったものを踏まえて、われわれがありたい社会像、こういう社会に住みたいよねっていうものをまずイメージしてみようと、でそのイメージした社会にたどり着いていくための研究を、えー、今からできることをやっていこう、取り組みをやっていこうということをあの、この、えー、事業の柱になっていることです。 まあ人が変わって、そして大学が変わって、そしてこう社会が変わっていくことをやっていく、そういった総合的な拠点をです、ね、作るということを今、芸大で進めております、次のスライドで。はい、で、SDGs を踏まえたっていうところが一つあるんですけれど、皆さん、SDGs はもうよくご存知かなというふうに思います、左側の図ですね、17個のゴールです、で2030年までに達成しようとするものなんですね。 で17個ゴール並んでるんですけどもこう美術とか、まあ、いろいろアートとかやってるとちょっと気になるところがあるそれ何かっていうと、まあ、色のついている綺麗な四角はいいんだけれども四角と四角が並んでできるあの白い溝、まあ、あの辺がこうちょっと <laughs> デザイン的に気になってくるんですよね。なんでかなと思うと実は本当の社会課題っていうのはあの色の中に入っていくものだけではなくて。 ああいう隙間ににまって誰も取りに行かなくななななくっっっちゃゃううううようなことを社高い課題てて言んんじゃないかなって思うんですそうすると一つ一つを解決していくっていう社会全体で解決していくっていうのはとってもいいんだけれども2030年以降この先を考えるんだったら17個バラバラでこう一個一個取り込んでいこうっていうその先にこの溝の部分にたまっている社会課題みたいなものをちゃんと溶かして解決していかなきゃいけないよねと。 で日比野先生が描いたドローイングが右側のネクスト SDGs 17個のゴールの垣根が溶けて真ん中でにじみ合ってる様子があるとここにはアートの力があるんじゃないかっていうのが芸大で今考えている年以降のビジョンそこにはやっぱりこの色をです、ね、にじませたり溶け合わせたりするには人の心の豊かさが何よりも大事ですよね、まあ、ここを17個の中にあの芸術とかアートとかないけれど 我々が本当にこれからやっぱり溶かしていかなきゃいけないことっていうのはそこにあるだろうというふうに思って取り組んでいますで次お願いしますこういった垣根がこう溶けていく社会こう垣根溶かしていくような社会こうやって作っていこうと思ったときにこの阻害要因って何だろうと、えー、そこの えー、ありたい社会像まで行くために阻害する要因って何だろうと考えたときに我々は望まない孤独や孤立っていうものがあるんじゃないかというふうに考えています。特に二千三十年は六十五歳以上の方々が三人に一人になる超高齢社会になってきます。こういった高齢社会では例えば退職したりとかあるいは体がちょっとこう 動かなくなってきたりとかすることによってさらに望まない孤独や孤立っていうものが増えやすくなっていくしコロナ禍っていうものがコミュニティをこを分断していくと、まあ、長い目で見ると社会的な健康をも害する恐れがあるんじゃないかと。で、えー、あの WHO はですね1日にタバコを15本吸うよりも孤立している状態は健康に良くないんだよという研究成果も出していったりするんです。ただこういうい問題をですね 行政が頑張れば全部解決できるのかっていうと絶対そうじゃないし例えば病院やあるいはケアの医療機関や福祉の、まあ、そういったセクターですねそういったところが頑張ればこれ解決できるのかっていうと決してそうでもないましてやテクノロジーがですね発展して、まあ、孤独解決なんとかみたいなドラえもんの道具みたいなものができたとしてもそんなことは絶対ありえないしテクノロジーだけでも解決できないわけです。 そうなった時に必要なのがコレクティブインパクトって社会的な総合値をどうやって作って社会全体で考えていけるのかっていうことだと思うんですね。で我々はそういうようなプラットフォームを作ることによって、まあ、孤独・孤立に陥りやすいまずは高齢の方およびその人を取り巻く家族や介助者の方々で段階的に障害のある方子ども あるいは多様な文化的な背景を持つ方々が社会に接続するための回路を作っていくそうすることによって幸福度の上昇を図っていったり生産的活動に関われる人口の拡大を図っていこう。 15歳以上65歳未満の方々と生産年齢人口と呼ぶんですけどそこだけでやっぱ生産力を考えていくというのは無理ですよね3人に1人の方が65歳になるんだからでそういった方々がより社会に参加しやすいような回路を作ることによって新たな経済価値の創出や社会保障費の負担っていうの軽減というところを目指していきたいというふうに思ってますで次をお願いします。 だけど当然芸術機関だけではでできないわけですね芸術ではやっぱ溶け合わせていく力があるわけで,すで何をどういうふうに溶け合わせていくのかってなったときに医療福祉テクノロジー地域のネットワーク自治体あるいは海外の研究機関や市民の NPO まあこういったものがですねえこういろんなものを自分たちでできることを差し出し合いながらこの社会課題に取り組んでいくための拠点を立ち上げたのがこの共生社会をつくるアートコミュニケーション競争拠点です38団体とありますが今一つ手続きして39団体に今なろうとしておりますまあ本当にいろんなテクノロジーを持っている企業や自治体さんも入っていただいたりいろんな大学さんにも協力いただいておりますでどうぞ。 はいえー、こういう取り組みを一体どういうふうなアプローチでやっていくのかって具体的な手法のところがやっぱり大切ですよね。で我々が今注目している手法に社会的処方というものがありますこれはイギリスで取り組まれている、まあ、英語で言うとソーシャルプレスクライビングっていうものなんですけどもどういう取り組みかっていうと,、えー、と私眠れないんですっていうふうにお医者さんに言った時に。 じゃあ睡眠導入剤を渡しておきますねっていうのが、まあ、お薬での処方ですよね。だけどその人の話をよくよく聞いてみると2週間くらい家から出てないとか家族以外の人と話をしていないっていうその人のクオオリティオブライフですね QOL これが低いがために結果的に眠れないっていう状況が起こってる場合がある。であればお薬もいいんだけれどもそれだけではなくて。 その人が回復していけるようなレジリエンスに高いですねコミュニティにその人をつなげてあげることも大事だよねっていうのがこの社会的処方という取り組みで,すでもですね我々としてはやっぱりこの社会とつながるだけで本当に人は元気になるのかっていうともう一ベクトルあるんじゃないかと思うんです。それは自分と向き合う時間自分と向き合ったり社会とつながったり。まあ、この一過性がやはり大事で そこにはやっぱり音楽があったりとかあるいは作品を鑑賞する時間があったりとか、まあ、そういったものだけではなくて自分の心が動く瞬間ですよねそういったものを実感できることがとっても大事だなと思うと我々はそれは文化や芸術の力を持ってできることなんじゃないかで社会的手法を援用して文化的手法という言葉を使っていますで次どうぞ、えー、これアニメーションなんでポン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 と送っちゃってあのテンポよく。 でまあえっと、あそれいきなり送りすぎ、ね、こうて,てテンポよく送ってこうテンポ111って感じで、ね、リ、はいねはい、ズミカルにお願いしますでアート活動と医療と福祉と、まあ、テクノロジー、まあ、そういったものを組み合わせて、えー、その人がその人らしくあ進まないねそ、うんはいえー、その人がその人人がらしくいられるレジリエントな場所やクリエイティブな体験を、えー、文化的処方としていきたいと思います。 それを地域の中に浸透させることによって、人々が参加するための新しい回路を開いていきます。もうちょっとちゃんとこうポンポンと送って、はいはい、も,うもう一個、はいもういはい、ちょっと何回か一、はい、秒ごとにこうタイミングよく送って,いってください,、はいはい。社会に、その時にです、ね、医療や、まあ、この福祉との機関との連携というのは非常に重要になってくるんですけども。 65歳以上の方が3人に1人になる社会において本当に体悪くしてから病院にかかる生活が立ち行かなくなってから福祉に頼るじゃちょっと遅いだろうとそうではなくてはいも,う回はいもっと若いうちからですね一人一人に合ったケアと社会参加のデザインというものを届けていくということをやっていきたいその時にこの文化施設とか病院とか地域社会こういったものっていうのは社会装置であるわけなんでこれ有効に活用していくことって大事だよねと思ってます。 それでこの文化的処方の具体的な取り組みとしてはい次どうぞはいあの地域の中で例えば皆さんがですね一緒に楽しんでいけるような活動ということを展開していきたいというふうに思ってましてはい次、えー、もう一つとしては身体機能を拡張するクリエイティブなテクノロジーとこういうものも開発をしていきたいというふうに思うんですねであの今左側にあるあのカメラがあるんですけれどもこれ QD レーザーという会社が開発したカメラです これはのファインダーをのぞくとですね中にですね弱いレーザー光線がピューッと飛んできて瞳孔を抜けて膜に直接プロジェクションすするんで,すでそうするとです、ね、眼球がほぼほぼ機能していない0.0004っていうロービジョンっていう光しかだいたい見えないというかくらいの主力の方が1.5から2.0の主力を取り戻してシャッターを下ろすことができるというカメラなんですね。 で、で実際ですね。こういうカメラを使って、じ見えない方がずっと見てたいかっていうと、意外に見えない方は面倒くさくて見ないって言うんですよ。で、でもですね。ここで重要なのは。えっ、ー、と、われは、やっぱここで気づかされるのは、障害のある人を健常と同じにしようという考え方は。障害のある方にとっても、やっぱり違うって思われるっていうことなんですね。そうではなくて、障害があってもなくても、それぞれの、やっぱ個性っていうものが、ちゃんと認められて。 えー、一つ自分がいいなと思った景色を撮ってそれを同じ机の上で並べて同じテーブルの高さで会話ができる場を作れるカメラだっていうふうに思うと我々が考えているのはこういうようなテクノロジーの発展っていうものが芸術と一緒になることによってもっと広まっていくんじゃないかなと思ってます。でここれれを我々はは心の産業とといいいいうううににんで、まあ、SDGs 二酸化炭素をどれだけ出さないかとか ね、いろんなそういう社会具体的な数字で見える社会課題に取り組んできたんですけどこれからやっていかなきゃいけない産業とかサービスとの発展っていうのはその人が本当の意味で幸せになれるかっていうことに軸足を置いた開発だったりとかサービスの提供を企業と一緒に考えていく必要があってそのためにやはり経済とアートと社会との連携っていうのはこれからももつます必要になるんではないかと思ってます。はい次どうぞ またこういうようううなバーチャル空間ですね、まあ、こういうものも有効に生かしていくということも重要だなとまだまだですねこの空間の中でのコミュニケーションスタイルというものは、えー、これからどどんどん発展していいくものだと思いますで単純に物を売ったり買ったりとかゲームだというような空間だけではなくて、えー、もう一つのコミュニケーション空間として有効に生かしていく活動というのができるんじゃないかなと思っています。はいどうぞ はい、えー、そしてですね、えー、我々の活動これは今芸術未来研究所という、えー、大きな芸大の取り組みの中の、まあ、一つのあのー 固ま、えー、として動いています。それはですね、このケア＆コミュニケーションっていうところの領域で今の取り組みをしているわけです。でしかしですね、芸大は、えー、もっと広くですね、社会との連携っていうものを捉えていて、えー、今日はあのそこまで深くあのご説明できないんですが、ケアとコミュニケーションの他に芸術教育、リベラルアーツクリエイティブアーカイブ アートビジネスキュレーションアート DX というさまざまな方面からさまざまな教員が入って社会との連携の仕方を考えていますこの芸術未来研究所の上長は学長というような形であの全額的に取り組んでいる内容ですはい次どうぞはい、えー、こうしたことをですね文化的処方から始まって心の産業というところを、まあ、企業とともにやっていこうその先にあるのは何かっていうと一人一人のクオリティオブライフを超えて えー、クオオリテティィブコミュニティだという,ふうに思ってます自分のクオリティがこが生活水準が上がるだけではなくて皆さんが関わり合うことによってそのコミュニティのクオリティが上がっていくこれが本当にレジリエンスの高いコミュニティを作るんではないかと考えてます。はい、次どうぞ はい、そうしたことであの全国のです、ね、今自治体に入っていただいて今9つ入っていただいてますそこで一人一人顔の見える担当者というような形でつけていただいてコミュニケーションを密に取りながら進んでみておりますはいどうぞはいえー、ともう一つはこういったものを専門の研究者たちだけでやるんではなくて これを伝えていく文化リンクワーカーという方々を今一緒にそういった人たちになってみたいなと思う人たちと一緒に取り組んでます。 今ここについてはですね岐阜県でアートコミュニケーターという活動をしているんですけどそこの任期が3年で満了された方々あるいは東京でやっているアートコミュニケーターの方々で任期を満了された方々今映っているのはアートコミュニケーターの方々なんですけども、まあ、そういった方々が岐阜県で13名くらい東京の方で25名くらいいまして今この 伝える人たち結びつけていく人たちの、まあ、確固たる輪郭みたいなものはまだこれから浮き彫りになってくるのでどういう活動でどんな人がこの文化リンクワーカーなのかということを今研究して実装を始めているところですはいどうぞはいまあこういったことがですねあの今イギリスなどでもあのしっかり研究されておりますまあ我々としてはこのイギリスの具体的な事例を和訳して、まあ、こんな感じではい次どうぞ。 はいえー、これ、こういうような研究成果が出てたりとかするんですね、どれだけこういうことがやると、えー、具体的に公費がどれだけ下がっていくのかっていうことの、まあ、実践的な研究がイギリスなどではもう出ていて、それを和訳したものがあります、これをあの日本でもです、ね、これに準ずるような調査研究というものを進めていきたいと思っています。はいえー、次どうぞはいいい次どどううぞぞこれちょっっととポポポンポンン丁寧にに軽やか送て 一平君どうぞはいであの国際フォーラムなどをですね、えー、もうちょっとはテンポ早いといいなはい、えー、開きながら、えー、諸外国の、えー、事例などを、えー、研究しながら進めているというのがあ現代の芸代の研究の内容でしたありがとうございますはいここで大丈夫ですスライドはいはいえーと伊藤先生ありがとうございました なんか行政より行政っぽいっていうか <laughs>。あの、ちょっと伊藤先生が、あの、芸術大学の先生と思えないような、このプレゼン能力。あの、油絵科出身です。あの。<laughs> 先ほど、市長にも、もともと、何、どこで入学されたしたんですかって言われたんで、はい、あの。えー、油絵で入、入学しました。はい。<laughs> えっと、まあ、なんか、あの、すごく、今、お話を聞かせていただいて。 SDGs の隙間にたまってる課題ってすごい面白いあのなと思って本当にあの本当に隙間ってどうあがいても出ちゃうっていうかぴったりならないっていう感じがあの何をしててもすごくモヤモヤすることってあるのでそこをこうターゲットにするっていうのがすごく面白い視点だなと思いました。でもう一つあの あのの望まない孤,孤独や孤立っていうところをあの解消することを目標にされてるっていうのがあの私が以前市長とお話したときにあの上質な生活都市って何ですかねっていう話をしたときにあの寂しくない街にしたいんだよねっていう話をされて私はそれにすごく共感したんですよね。そことすごく似てるような気がしましたけどいかがでしょうか。そうなんですよね。実はあのやっぱり。 ななかなかもうまあいろんな行政的なアプローチ、ね、そして社会的な証拠いろんなやり方があると思うんですけどやっぱり熊本の町で上質な生活都市っていった時に熊本の町で何を求めていくとみんながいいのかなと思った時にどんな人でもこの町に住んでると寂しくねえなと孤独を感じないっていうのが一番いろんな社会課題を減らすことにつながるんじゃないかと僕はずっと思って。 たんですよそれで例えばやっぱり地域のコミュニティがこう何て言うかなどん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 薄くなっていくとななががりくってきますよね家族の中でもどん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 やっぱりこの対話が少なくなっていけばどんどんやっぱり孤独になっていくからまあ逆に言えばいろんな課題がどんどん出てくると思うんですよ。でも寂しくない誰かが その誰かの気持ちに共感をしながらまああの決して押しつけがましくこう何かこうするんじゃなくてあなたのために何かしてあげますからそうするとなんか今度は「悪いね」って感じになるか何かこう嫌じゃないですか。だから自然となんかそういったものがこう寂しくない感じがいつもあるっていうかで寂しくない街にするっていうことは誰かがおせっかいで。 声をかけてくださいってことじゃないんですよあるいは声をかけましょうっていう運動でもないんですその辺のベンチに座ってて一人で佇みたいって時だって人間あ,りあるじゃないですか私だっていろんな人に毎日会ってもういろんなこと言われていろんな話もして一人になりたいんですよで家帰るとまた嫁さんからいろいろ言われてで僕はでもその時に 家にあるる水槽を見るんですよ <laughs> 熱帯魚のこの水槽を見てると黙ってるとなんかね心がすごく落ち着くんですよでも寂しい感じはないですねお魚や水草と対話をしてるからということもあるんですがだけどあ,のある意味だからその人一人,あの一,人一人に違うんですよねその寂しいって感じるところとか 孤独に感じることとかだけどあのどんな人でもやっぱりそのこの熊本っていう町に住むとやっぱりあの寂しさを感じないで居心地がいいだから心がなんかこうあの平和でいられるというかな安定していられるっていうこと安心とか共感っていうことがすごくこう生まれやすい町にすればいろんな問題っていうかそういったものはみんなの力で解決していくし。 1> 1人が死ぬほど頑張るっていいうじゃな,いなんかみんながそこそこ頑張ればなんかこう,うよくなるっていうかなでそれはでも熊本地震の時にこれだけ町を今復興してくる中で私がやったんじゃなくて市民がやったんですよ皆さん一人一人がそれぞれの立場でやってた行政ももちろんいろんなことやりましたし県外からもいろんなね全国からも応援してもらったんだけどでもやっぱりそれは自分たちとかその地域の 皆さんのつながりの力の中で実は結構ここまで来たんだよねっていうことは我々やったよねとだからできるねっていうふうにちょっと思ってるってことなんですかね。はい、えー、ありがとうございます。あのまあ熊本自身の話も出たんですけれども、ちょっとフェーズを変えてこう今芸大のお話も聞き、あの市長のお話も聞いて、やっぱり今までずっと行政が あのやってきたお仕事の仕方というかあの逆に言うと市民が行政を見る目というのはあの行政はきちんとしていなければいけない何かを決めてこうしなければいけないというふうにあの定めてその方向に市民を導かなければいけないというかそういうことを私たちも私たち市民も持ってるし行政の方々も市民を守って あの正しい方向に行かなければいけないという使命を持って行かれているというふうに思います。でもなんかその今お話を聞くと、一人一人っていう言葉がすごくたくさん出てきて、その決められないんじゃないかなっていうようなことをあの何て言うんだろう、こういう枠の中にこういう四角い枠に決めて。 こうですからこうしてくださいっていうふうに言えない世の中になってきてるんじゃないかなというふうに思いました。で、えっと、先ほど市長の,あの方からマニフェストの話があったんですけれども2022年のマニフェストの中で実は市長は文化行政を市政の中核に位置づけるっていう話をあの明言されています。であの先ほどもご紹介ありましたけれども文化顧問の話もありまして。 えとこれは実際にもう2023年から日々の館長が文化顧問になられているということであのコロナの時も思ったんですけれども行政の中であの文化行政っていうのはもう一番不要不急であるというふうにずっと思われていて一番力がなくて一番お金もつかなくてといつも思っていたんですけれどもなんでその、えー、文化行政を市政の中核に位置づけるっていうふうに あの思われたのかっていうところをちょっと教えてください。やっぱり文化的なまあいろんな活動はありますけども、まあアートももちろんそうだし、いろんなことがあるんですけども、やっぱりそういったことって心が動くっていうことが一番大事なんですよね。だから行政のいろんなまああのまあやり方、法律を中心にそれに皆さん合わせてください。 あるいはルールに合わせてくださいというのが大体今までのまあ歴史的にもずっとそういう世の中になってそれに従わない人はこうですみたいなことだったんですがやっぱりその一人一人のやっぱ心がその安らぎそして心が動くためにはやっぱ文化の力というのは一番大きいと。 でさっきのまあいろんな、まあ、例えば音楽であり絵画でありあのいろんなあのアプローチがあると思うんですけどそういったものでまあ自分の,まあその居場所もあって安心できるというやっぱそういったものをやっぱ作っていくことが上質につながっていくだからあの実はそのマニフェストのこれ2022年の,この大西和美製作所ちゃんと出したんですよ選挙の時皆さん読まないんだけど。<laughs> いや読んでる人もいらっしゃると思うんですけどでこれね36番っていうところにねやっぱりれこれね文化行政の市政の中核として位置づけて上質な生活文化都市熊本を目指しますっ、ね、てちゃんと書いているんですねでやっぱ暮らしとか文化芸術を結びつけるための核となる人材として市長直属の文化顧問各個仮称この時はまだ各個仮称だったんですでやっと今この文化顧問が日比野勝彦さんになったというようなことであって。 でそういうい政策立案にもその知見を活用することで市民が身近にいろんな文化芸術にも親しめるまちづくりを進めていくとそのことによって今度はさまざまな社会課題を解決していこう、まあ、こういうことにつながっていくとこの各局っていうところがなんか面白いなと思っていて普通文化顧問ってこう文化のことやってるっていう感じがだから文化市民局の専属みたいにこう言われるそうじゃないんですよね 健康福祉局局だだっってて、都市建設局だって、ね、いろんなところをこうアート的なアプローチってできるんじゃないかなまあそういうふうに思ったってとす、はい。で、もう日々の館長が栄えある第一代文化顧問になられたわけですけどもあの文化顧問に日々の館長がなられたときに文化顧問の役割って人材育成だっていうこの話をされていてこれはこうなんかこう今う今 話を聞いてようやくそういうことかなって思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけど文化顧問が人材育成っていうのはこうよく分かんない方も多いんじゃないかなと思いますで、まあ、この1年間どういう活動をされてきたのかとか、まあ、やってみてどうだったかとか目的とかなんかちょっと日比野さん教えていただければ幸いです。はいあの まああのえー、縦割り、まあ縦割まあ、行政縦割りってよく言われるしさっきの,の SDGs も17色が、まあ、間にこう、えー、溝があって17個に分かれたりっていうところで、まあ、アートはそれをつなぐよっていうのが NEXTSDGs のね真ん中のにじんでるところだっていうように。なので あのまあ、行政の中で、えー、もうまあ横串を刺すような働きが、まあ、文化顧問的なことなんだろうな、まあ、具体的にこう都市づくりまちづくりの時にはまちづくりをキーワードにした課題がある、えーまあ、例えば教育だったら教育をキーワードにした課題があるっていうのは分かるでもそれが全部引き起こしてるのはやっぱり人間。 の日常のいろんな行動の思考の積み重ねがまあ課題になっているのでそれをこう逆に解決していくには人間の行動をまあ今度はまた解決する方向に動かしていくためのエネルギーになる心を動かしていくっていうことがやっぱり文化としては一番できることなのでまあそういう仕事がまあ文化顧問なんだろうな。 それはまあ大きく大きく言えばまあ人に関わることなのでまあ人材育成とかっていうものにもまあなっていくのかなっていうことでえ文化顧問として各まあ市役所のえ人たちとこう対話を重ねたりとかえちょっとワークショップ的なことをここのアートラボマーケットで行ったりとかえしていってます。 本当これまあ大学も大学は当然あの人材育成教育の機関なんですけどもえまあさっきのですね心の産業とかあのアートがもっともっとこう多様性のある社会の中でえーアートの本来の役割を社会の中で発揮するっていうことをこう伝えていくにはですね大学の教育とかまあ市役所の え皆さんとワークショップしながらえ考え方をアップデートしていくっていうことだけでは根本的には間に合ってないんですよ。でどこからやんなくちゃいけないかというと本当まあいわゆる初等教育とか幼児教育とかっていうところの633の教育制度もっといえば本当こうどういう環境の中で人が育まれていくのかっていうところもこうやっぱり全部それをこうつなげていくことがまあ 今後ですねとても重要になっていくのかなとはあの考えていて、えーまあ、今日の話からはちょっとずれちゃうけどもきっとでもクオリティあの上質なる街生活でクオリティオブライフっていうの,の中にはやはりあの、まあ、教育っていうのはとても重要だと思います。 えーまあ、例えばアート、まあ、美術ですよねとか音楽っていうものを接するのに、まあ、633の授業だと図工とか美術とか音楽っていうのが時間割の中に入って、まあ、自分たちもみんなそういう中で教育されてきたんですけどもだんだんですねやはりその、まあ、今の教育の仕方がみんな YouTube 見ればあの大体わかる。で今 学校に行,こう行けない子じゃなくて行かなくてもっていうようなまあ勉強もできるしまあネットの中でこう勉強する子たちでそしてそれをちゃんとこうえまあ保障できるような制度もあるのでそうなってくると本当コミュニティとか学校とか時間割とかえっていう教育の仕方もどん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 変わってくるんだろうなとえーまあアートをどうやってえーアートの本来のこう魅力を どうやって伝えていくのか教育,教育していくのかっていう時に学校の図工の美術の時間音楽の時間だけではきっと伝えきれてないんじゃないだろうかっていうことはちょっと最近こう割と、えー、深く考えてるところが、えー、ありますが、まあ、地域であの育てるあの、まあ、上質な生活の基礎みたいな、まあ、教えるっていうか体験する互いに体験するような こととはきっと生,生涯かけてその地域の中で育んでいくような、まあ、人材育成システムなんかもできるだろうなでそういうものの拠点として美術館っていうのはきっと役割としてあるんだろうな、まあ、美術館だけじゃなくって熊本市にはあの、えー、町づくり、えー、センターがあったりとか、まあ、公民館っていう役割でいろんなところで展開していったりとか。で っていうものが、きっとどん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 、その、あの、ま,あ、まさに垣根を超えて、縦割りの垣根を超えて。まあ、学校で言ったら、時間割の強化を超えて、あの。展開できるようなことが、まあ、これからちょっと求められていくんだろうなとは、はい、思っています。はい、えー、っと、ありがとうございます。あの。学校教育の話で言うと、その。えー、っと、日比野さん、よく言われるのが、えー、っと、図工。 で、マルがないっていうその言う話をされるんですよね。で、あの算数とかって必ずこう合ってるか間違ってるかじゃないですか。答えがでもこう図工ってあの何を作ったとしてもあの0点じゃないと思うんですよね。多分、あのそういうあの図工って良さがあって、あのそこの面白さというか。 あのゆるさっていうかそこが、えー、と今の行政の皆さんのこう四角いところとちょっと違うんじゃないかっていうので、えー、と無理やりつなげますけどあのドアっていう授業をですねあのと、えー、東京芸術大学の、えー、何でしたっけ「ダイバーシティ・オン・ジ・アーツ」っていう、はいえー、授業があるんですけど。 これの、えー、と熊本市職員バージョンっていうのをあの昨年度1年間やっていただきましたでこれについてちょっとあの日比野さん教えていただいてもいいでしょうかはいあのどうはあのちょっとね頭にもあの話しました「福祉×芸術」っていうキーワードで始めたの授業で、えーまあ、社会人も履修できるプログラムであの芸大生も履修できて。 えー、行っってていいいるる履修証明プログラムというあの制度の中でやっている授実でに基本的には東京芸大の上野のキャンパスで授業を行って、えー、ますけれども、まあ、コロナがきっかけでオンラインでの授業も充実するようにして、えー、そうするとまあ全国各地からまあ受講生が集まりでその中で昨年度はですね、えーまあ、基本的に個人で申し込んでもらうんですけども あの熊本市役所の職員のみ,みんなに向けて、えー、ドアの授業を開講いたしました。で1年間、えー、と市役所の人たちが、えー、に20名ぐらいだっけ20名ぐらいがあの、えー、オンラインで授業を 一緒にに聞くでそして年に2回かなプログラム実践演習っていうあの授業があるんですけどもそれは実践の授業なので、まあ、私があのこちらの授業をあの受け持って熊本市の中でプログラム実践演習を行っていきました。 っていうのがまあ1年間あのドアの授業を行ってもう一つですね熊本県内で行くと天草市にある看護学校でもこれ本当同時期にですね看護学校でもドアの授業を学生たちに12年生の看護を習っている学生たちにちょっと受講させたいのでということでそちらの看護学校の方も。 同じような形で展開いたしましたあのまあ看護学校が福祉のことを学ぶそしてアートの切り口で看護学校が学ぶっていうのはまあ割とあな,なるほどな近いかなと思うかもしれないですけど市役所の職員がっていうところがここはやはりすごくあの市役所の役割とかアー,トのやアートが貢献できるところとしてはかなりこう何んですかね転換パラダイムシフト的な発想は あると思います、まあ、それが今回の第8次総合計画10にもつながっていくんですけれども、えー、市役所の方々がまあそれぞれの部署から手を挙げてもらって、えー、自主的に参加してもらいなのでまあ市役所職員って全部で何,、まあ、何千大体いい正規職員で6500人です、ね。6500人の中から20名。 の方があの来てていいただいてなのでなんとなく知ってるけどそんなに日頃からしょ,あのしょっちゅう会ってるわけじゃない人たちがアートラボマーケットに来て一緒にものを作ったりとかですね展覧会を見てその後とトークをしたりっていうことを1年間展開していきましたきっとそこでの経験がまあ自分のまあ部署のいろんなまあ市民に対してのアクションの発想に えー、つながっていってるんじゃないかなとは思ってます。はい、はい、ありがとうございます。せっかくなので参加した方に一番近くにいらっしゃるあれなんか <laughs> はい。<laughs> <laughs> など <laughs> <感想 S 1> <laughs> そうですね私は社会福祉職として入庁をさせていただいて福祉の現場にいる職員であるんですがやっぱりちょっと今までそのアートの視点で見る福祉っていうその切り口が自分の中になかったのですごい刺激的でこうおなんていうんだろうそれこそなんかこう。 今まではどうしてもこうサポートしなくちゃとかそういった視点でばかり見ていたんですがその人らしさというふうな見方だったりとかその人の,そのできる力を生かした切り口という視点で少し見れるようになってきたのかなというふうには感じておりりまますすありがとうございますせっかくなのでその後ろにいらっしゃるあの倉岡さん。あのはい はい、えー、と文化顧問の一担当を1年間してくださった方なのであのどういう活動にどう付き合ってきたかなどういう活動をしたかというのはですね今あの、姫野先生からですねあの話されたかと思うんですけれどもあのこのドアを含めたですね文化顧問授業の、えー、意義みたいなところですね1年間通して感じたところとしましてはですねやはりやっぱり先ほどいっぱい話された中で人の心を動かすというのが大 ドになってくると思いますじゃあじゃあどうやって人と心動かすのっていうのって多分マニュアル化するのって難しいと思うんですよねなんか文章でじゃあまず大きな声で笑顔で盛り上げますとかっていうマニュアルって多分 でできないと思うんですよねでそれを先ほど人材育成とおっしゃってたんでこの文化顧問事業でその先ほどの職員20人とか御用機器の中で各局各部署を回る中でじゃあどのようにしたら人の心が動かすかみたいなヒントとか心のなんか持ちようとかその,その何ですかねマニュアルじゃなくノウハウでもなくそれを感じる皆さん職員に感じてもらうみたいな働きが文化顧問事業にはあったのではないかと思っております。 であのそういった、ですねそれを学んだ職員が、じゃあ、いざ次、まちづくりに出て、市民の皆様に還元できるようになれば、豊かな社会が実現できるかなと思っておりまして、まだ文化顧問事業1年目だったんですけれども、そういう、ね、可能性を非常に感じた1年でございました以上です <laughs> はいなんか立派な発表を <laughs> ありがとうございます。 どうですか市長なんかあの一年間あのでもなんだろうなあのやっぱり市役所ってどうしてもあの言われたことはやりますだけど必要以上のことはしません、ね、で融通が利かないお役所仕事っていうのがだたいねたらい回しにあってみたいなことがなんとなくやっぱり皆さんのイメージあると思うんですけど私はやっぱりそれを全部変えたいと思って。 あのこれまでずっとやってきたんであの接遇とか人とのコミュニケーションをもっと大事にしてよとかそれから昨日はあの新しい新規採用職員の皆さんに訓示をしましたえこの訓示もね静岡の方でちょっと大変なことになってるみたいですけど私はちゃんと問題にならずにえ言ってるんですがその時に言ったのはやっぱ言葉遣い大事よっていうことも言ったんですけどあのやっぱり市役所で何かを。 ししてほい何かこうやってもらいたいという人はすごく困ってる人が多いんですよと基本的に普通の人あんまり役所に自分の力で何とかやってられるぜという人は役所にあんま来ないだよねっていう話をちょっとしたんです。でやっぱり何か困ってる自分の力や地域の力では解決できないことをやっぱりこう行政に求めることが多いのでだからやっぱりみんなもっと話しやすくしたりちゃんと聞いてあげたり。 やっっっぱりししてほいっていうようなこととうこをちょっと言ったんですねでみんなやっぱり文句言ってくる人ももちろんいるしクレーマーみたいな人ももちろんいるんだけれどもだけどやっぱりそこで心を解きほぐしほぐしながら、まあ、いろんな対話をしていくことでやっぱりすごくあの誰かの生活が救われたり、えーまあ、心がこう軽くなったりということになっていくからねって話を実はちょっとしたんです。でそういういうに結局ね 何が大事かと言ったら職員6,500人いるって言ったじゃないですかこのののの職員の力が市民のあの皆さんんためになるんですよだから職員の力がどん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 そうやっていろんな共感をする心が芽生えたりさっきね福祉職で入った、ね、職員の人だってやっぱりあそういうことなんだっていう気づくことによって実は今まで申請証拠を受付受理しました。 はいっつってこう反抗して終わりだったところがちょっとそのまあ対応も変わってきてやり方もそれから市がいろんな計画を実践に移す時に今度は政策としてそれから事業としてこう作っていくんですよねこの計画から。だけどその時に転換する仕方が変わってくるから。 もっとこういろんなあのたくさんの人のかゆああいところに手が届くというと変だけどなんかそういうその人たちのそれぞれの事情にフィットしたえよりフレキシブルな。 えー、ものが提供できるるようになるそうすると行政としてはすごくあの豊かなことでそこに住む市民の皆さんは寂しさを感じないんじゃないかなっていう、まあ、そういうところなんですねだからそういう意味ではこういう人づくりというか研修というか人材育成ってものすごく今からあの大きくなってくると思います。だってて自動的に何かこう決めて えー、例えばいくらを給付しますみたいな話はそれはもう AI かなんかでやってもらってくださいって話になるんですよねやっぱそこに心の通い合うものがあるからこそ行政ってこれからもっとあの生きてくるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどはいいありがとうございますあのドアは、えー、と伊藤先生があの芸大の方でされてると思うんですけど熊本のドアって、はい、こうそちらから見てどん,どんな感じですか あのやっぱり今、市長がおっしゃった6500人です、ね、人いるあの市役所の方々から今回20人くらい来ていただいてやっていただいているんですけどこの,あの市役所の方々がやっぱりこう動き方とか考え方とか何か刺激を受けていくっていうのはすごくあの可能性があるなとうう思っています。 あのー、20人という数でかいと思うんですよ、実は。あのー、な何か組織とか何かが変わり始める数字のパーセント、3.5%らしいんですよ、なんかこう、3.5%が行動変容をすると、その組織がこう変わり始めていく,いくんですって、6500の3.5%っていくつだろう。多分 227とかなんかその225くらいあなんかそのくらいだと思うんですよね。で、今回あの20人くらいです。で,でもこれ何年かこうやってってこうだんだんそ。その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 人が受講したからっていうだけではなくて、その人の例えば考え方だったりとか、その人がやったことが何か隣の人に影響をしたりとかしながら。 こう,ああこういうふうに自分たちの仕事とか自分たちの行動をこうクリエイティブに変えていこうかなっていうふうに思ったりとか何か新しいこととかをこうやってみようかなっていうふうに思ったりとかすることが3.5%を超えていくとこの熊本市役所の,あの,あの行政の方々のムードみたいなものっていうのがもしかしたらこう変わっていくかもしれないんですよね。でそういうい可能性が美術館とのの連携の中で こう出てったりとか、まあ、オンラインですけれども例えばその東京との,その芸大とのコミュニケーションっていうあの一個のやた館っていうか組織の中で閉じないで、えー、他のセクションとの対話の中で自分たちの常識とか考え方をこう揺さぶっていくみたいなそういう機能性みたいなものが市役所の中に内在化されてるっていうのはすごく大きいなというふうに、はい、思って見ておりました。 はいえー、っとありがとうございます127年ということはあの日比野さんあと12年ぐらいあの20人ずつだとやらなきゃいけないのであのちょっと人数を増やしていくのかもういっそ連携しちゃうとかやってみたらいかがでしょうか人人がが、まあ、去年の20人が えっときっと伝播していくと思うんですよね20人がその1年間の経験を経て自分の部署に帰ってで、えー、自分の経験したことをあの行動に移すと周りがなんとなくあれなんか去年までの受け答えとなんかちょっと違うんじゃないのまあ、例えばあの <laughs> アートの一番のまあ面白いところっていうのはさっきまあ隙間の話とかあったけども分からないものを分からないのまま置いといてもアートって割と平気なんですよ分かんないなーみたいなでも分かんないところがあるからまあいいかみたいなこう分かりたいと思うけども分からないものを置いとく引き受ける力にがあるのがアートなのできっとそのちょっとしたアートを経験してることによってこう例えば市民との受け答えの中にも「すいません」って言いながらも。 でもなんかちょっとその人らしさがあるところの魅力も感じてるすいませんとなんかちょっと違う人間ってそういうことを受け取る力があるのでなんかそういうところで少しずつこう伝播していくから20人が 20+20 20じゃなくて20はきっとその部署に戻るとかなりまたうん広げていくから割と僕は3.5%になる数字は早いと。 あの思いますしあのそうだ人間の引き,引きこかき取るあの投げる方の力ってじゃなくてかき取る方の力っていうものを信用した方が、まあ、楽楽っていうかあのよりコミュニケーションとしてはあの深いところまでいけると思うんですよね。なので えー、まさに「感じる計画」「フィール・トゥ・プランで」で互いにこう感じるっていうことをあ今互いにちょっとなんか言いたいことはこの文章なんだけども感じてる時間が一瞬あったなっていうのがどん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 広がっていくと、えーまあ、文化顧問、まあ、としてというかアートっていうものがあの行政の中でもどん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 機能していく。 姿になっていくしきっとこれからのもうまあ熊本市だけに限らず国もですよねあのそういういわゆる、うん、文章じゃないよくまあ価値で言うとそのこう財務的なじゃない非財務的な価値観をどうこう共有していくかとか伝えていくかっていうところはすごく今求められているのでまあこれからはあの本当、えー 必要になっていく感覚みんな持ってるからねそれはね持ってるけれどもなんかこう、えー、数値化された定量化されたものの方が信頼感があるとか間違いがないとかっていうちょっと経済急成長の右肩上がりの。 超資本主義的なところにあぐらをかきすぎたがゆえに、あれ、ちょっとそれだけじゃないよな、本,本来の力ってなんだっけっていう、ちょっと振り返りで気づき始めている時代なのかなとは、思ってます、はい、あの今,今の日比野先生のお話で、あのどの急成長した時代からで、今の時代になってっていうふうになったときに、やっぱり日あの,今日あの感じる計画点で、 あの基本計画の話をするのにこんなにたくさん集まってこう話してるっていうこと自体がすごいと思うんですよね。でここはさらに美術館で行われてるっていうのがまあやっぱりもっとすごくてでこれって多分急成長している時代に作った美術館じゃ絶対やんない話なんですよ。 どうしてかっていうとあの時代でできてる公共施設とかっていうのは基本的には求心力的な考え方で作ってるので美術館ってこういう場所図書館ってこういう場所体育館ってこういう場所こういう民間ってこういう場所っていう風に大体こう機能性みたいなものをラベリングして そのラベリングされた通りにきれいに使っていくっていうのがやっぱりその当時にできた文化施設だったりとか公民館だったりのあり方だったと思うんですよ。でも今あの図書館なんか特にそうなんですけども、まあ、求心力もやっぱり今の文化施設でエンジン力を持っていかなきゃいけなくてあの本当に十何年くらい前の話ですけども、まあ、とあるあの都内の。 あの図書館であのホームレスが暖を取ってきたと寒かったからそしたら行き場所をなくなった中学生がそこに入ってきてでなんかちょっとしたことでもめちゃってあのちょっと外でホームレスのことをこう。 えー、殴って殺してしまうという、あの痛ましい事件があったことがあるんですね。で、その時にやっぱり問題は何なのかっていうふうに考えた時に、まあ、それは十数年前ですけれども、それは図書館のラベリングされた使い方を正しく使わなかった人たちが悪いとは言い切れないわけですよね。なぜかっていうと、例えば両方の人たち、ホームレスの人もそうだし、あの行き場がなかった、あの中高中,中学生もそうなんですけども。 そこしかか行く場所がなかったんですよ社会的セーフティーネットっていうものがそこにしかなかっただから行かざるを得なかったし行くしかなかったそこでたまたまそういうようなあんまりなんていうかちょっと不幸な出会い方がそこであったっていうことなんですねこれはもう社会の中でもう一回こうやり方をあの施設の,あの文化施設の捉え方って変えなきゃいけないとでもっとずっと時代が進んで、まあ、とある図書館とか、まあ、夏休み例えば終わる日に 学校行きたくなかったらこうライトノベルとかあるからあの図書館においでっていうようなツイートをまあ流して少し炎上しましたけどまあそういうようなあのいわゆる図書館って本来こうだよねって言ったところをいやでも社会に求められてる文化施設の姿だったらきっとこうだろうっていうところにやはりそ,のそこの運営している人たちだったりとかあるいは行政の人たちだったりあるいは利用する人もそうなんですけども想像力だったりこう膨らまして。 えー、ラベリングされた使い方をもっと拡張した遠心力を持った運営っていうかそういったことをやっていくからこそさっきの SDGs のどこの課題にも入らないような溝に溜まってるものをこうそういう心がやっぱり拾いに行くっていうことだと思うんですよね。だからそれが今こうここのの美術館でで基基本本計計計画画画いっって言ってやっぱ感じるうう話中やをあの切り口に あのアートアートを切り口に基本計画のことにこ関心を寄せててもらうっていうのはまさにそういう遠心力が今この美術館に働いてんだなと思ってこういった活動は本当に期待していきたいなと思いました。お褒めいただきありがとうございます。<laughs> えっとそのラベリングっていう話があってまあさっきからそのいろんな話の中に出てくるんですけどやっぱりえー、っと行政とかあの。 あと市民とかって言ってしまった途端にその顔が見えなくなるっていうかあの市民っていう何てうか大きな塊で行政職員っていう大きな塊みたいな形になるのでこうそこに変な敵対関係みたいなのとかどうせ行政職員はやってくれないからとかいうこととか市民はクレームを言うものだからとりあえず頭を下げとけみたいな感じになっちゃうと良くなくて。 で,でもそのそこを、えー、と一人一人を見るっていうところがきっとアートを見る目と一緒でそのよく日比野さんが言われる、えー、リンゴを見て絵を描いたら一つのリンゴを見て絵を描いたらみんなの絵が違うってそれは別に間違ったことじゃないっていう話をされてまあ同じだったら怖いんですけど。 あのそれがきっとアートの見方なのであのそういうもっと柔らかい見方を市民に対しても行政逆に市民から行政に対してもできてしっかりお話し合いをしながらあの上質な生活としてを作り上げていくときっと寂しくない町になるんじゃないかって今まとめようとしております。<laughs> でえー、と残り10分ぐらいになったので、ちょっと一人かお二人かご質問がございましたら、えー、会場の方からお受けしたいと思いますが、いかかがでしょうか、はいまあ、これはあの、まあ、市役所の組織の中でどういうふうにあの作っていくかというところ、すごくあると思うんですけど、やっぱりその例えば今、20人が、 あのそれぞれのセクションにこう配置されることによってそこでまたいろんなコミュニケーションがこう生まれてきますからそのアプローチをまた参考にしようという形でどん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 広がっていくというまあ自然にこう流れていくという効果は一つ思ってるんですがあともう一つやっぱりある程度ですねやっぱりあのそういうアプローチの仕方っていうのは少しやっぱり こう触れて自分の心が感じないと、なかなかその動けないと思うんですよ。で、あの、多分どっかでやっぱり行政職員も含めて。こういろんな事業を進めていっても、こう行き詰まる場面とかってあると思うんですよね。そうした要は、こう悩める職員、あるいはそのこう葛藤のある職員たちに。そういう体験をちょっとしてもらおうかなというふうに、私の構想の中では実は思ってます。今。 こ,のいうかこれを突破するのに今までの行政のアプローチだ限界だなと思った時に逆に新しいそういう学びにつなげていくと感じることによって新しい解決方法そこでまたクリエイティブにこう生み出していくというようなだからそういうふうにしようとは思っています。ただそれを何人とか ということではなくて少しその武将武将でちょっと変わるかなっていうふうに思っているのとあともう一つは私が市長になった時に一番最初に言ったのはとにかく市民の中に飛び込んでって言ったんですよ飛び込んでどん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 市民の声を聞いてってほしいって言ったんですね市役所ってどっちかってと町だったんですよ今まで皆さんが申請してくるあるいは要望をしてくる文句を言ってくるそれから対応します それでも対応しないみたいなところがあったんですけどやっぱりどん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 こう行くだから今実はちづくりセンターっていうのが17箇所あるんですけどここは各あの学校の校区ごとに、えー、地域担当職員っていうのを作ってどんどんそこに入り込んでいってす、ね、そうすると彼らはコミュニケーションを取るので地域の皆さんからの満足度というか。 あのいろんな課題が、うん、本当に例えば側溝の蓋が割れてるからどうにかしてくださいっていう話からも,もう少しこう、えー、一人暮らしの高齢者の方の見守りをもうちょっとこうしてくださいという話までいろんな話があるんだけどそれを直接聞いて現場で解決していくので、えー、そういう意味ではあのものすごく評価を頂い,いてるんですね。ここの、まあ、仕組みといううかより地域に行こう よりもっと現場に行こうっていう体制をこれからちょっと深めていくので実は新年度、えー、区役所をもっと充実させていこうというふうに今考えていますだからまちづくりセンターのそのアプローチをですねあのまたさらに広げていきたいなというふうに思ってますでそこがまあこの芸大のいろんなドアプロジェクトとかいろんなプログラムとまた、えー、まあ職員の研修というか ままた気づきの場になっていければいいなというふうに今自分の中で考えていると思います。あ、ちょっと1個僕からあのあの具体的な数字の話とかじゃないんですけど、あのイメージとしてはあ、例えばこう土みたいなものがこう例えばしっかりこう閉まるっていう状態を作ろうと思うと、あれはまあ一番いいのは上から思いっきり何回も叩くんじゃなくて、こう雨が降って雨が染み込んで、そう何回も雨が降って その水が地面にこうずっと奥まで染み込み続けるのをずっとやっていくとしっかりこう土地が閉まっていくわけですよねでその,あの僕はこのドアみたいなこう,こういう、まあ、数がどうとかっていうよりはそういうような活動とかあの関係性っていうのはこう雨みたいにこう降っていくのがいいかなっていうふうに思うんですよ。 あんまりこれ土砂降りでいっぺんにバッと水かけたらこれ閉まるかっていうと閉まんなくって単なる土砂崩れになっちゃうだけなんだけどもこうちょっとずつでもちゃんと染み込ませるようにずっと降ってるで時々乾かしてまた降るでこれがこう繰り返されてって土に水が染み込んでって土がしっかり閉まっていくっていうそのいう時間のかけ方と手間のかけ方っていうのが やっぱりあの人がこう何かこう学んでいったり関係性を作ったりする上で結構重要だなというふうにあの思っててで20人の人たちもこれからいわゆる雨になる人たちになっていってで我々からもそういう何て言うかな環境を提供していったりするっていうことをこう一緒にやれていくといいのかな長い時間かかるといいのかなと思ってました。 えっと、熊本でねあの、えー、さっきアートコミュニケーターっていう飛びかでやったりとか岐阜県美術館もやったりしててで、まあ、僕が館長を呼んでいただいてやる時に、まあ、アートコミュニケーター作ろうかなっていうのは思ったんですよ熊本で,で。けれども、まあ、僕も200、えー、2006年にここで展覧会をやらせてもらって市民と一緒にものづくりっていうのは結構こうやってきてあの割とあれ <laughs> 熊本ってアーーートコミュニケーターなんかすでに街の中に結構いるなみたいなあの感覚はあってこれわざわざ美術館がアートコミュニケーターを育成しなくてもま,あまさにまちづくりセンターもあるしそこにこう市役所職員だけでもすごく市民と近い距離感を持ってる人たちとも出会ったりするとこれアートコミュニケーターじゃんがまあわざわざ美術館が作らなくてもすでに熊本市の中の。 いいいろんんなこう地域の中にもうそういう人たちがいいるんだ,よ、ね、だからこれは何か違うなと思ってなのでいろんな例えばドア芸大がやってるドアでも、えー、そしてアートコミュニケーター事業っていう全国で展開しているものでもやっぱその地域地域のや,っぱやり方があの当然あ,のある最初のこうフォーマット的なものはまずそこに持っていくけれどもやっぱりその土地に合ったものに まあカスタマイズされていくことがやはりまあ今そのまあ伊藤先生の水を少しずつやるってい,いきなりなんかえっと東京で成功しましたからここ基礎工事から全部なんかこうやり直して基礎から作って建てますよっていう地形とか土木関係なしにやっちゃうとあれなんだ気候と合わないなこの建物っていうふうになっちゃうのでやっぱりそこはその地形とか土木に合わせたあの展開があの必要だと思うしやっぱ熊本を 熊本らしいあのやっぱり、えー、人の持っている力とかアートの文化の持っている力があるので本当熊本のあの熊本の高校って美術のコース多いんですよねやたらすごく多いんですよなんかびっくりするぐらいいろんな高校に美術のコースがある。 でっていうあの背景があったりとかあの熊大のねあの先生たちも話していると今土木の話したけど建築土木っていうのは一個になっていや建築っていうことよりかもっと土地に根ざした建築土木っていうその一貫した考え方のちづくりの完成があったりとかしてなのでまあ熊大の連携とか、まあ、本当高校との連携とか。 さまざ、あ、まな、あ、文化教育機関とのこう連携しながら、まあ、そしてまちづくりセンターなんかも連携しながら行くと本当こう、えーまあ、そこがきっとこれから広げていくねあの、まあ、ドアの20人の今後とかっていうものもそういうところとつながっていくっていうのがより熊本らしいものになっていくポイントかなとは思います。ちょっと今そういうい あれは今のところないし美術館でもそういうことはないと思うのででも今いろいろ参考にさせていただきたいとい、はい、それとあとですねあの、まあ、感じる計画ということなどでやっぱ鳥肌とかその、ね、そのメディカルとこうつながるという意味ではさっきちょっとビッグデータの東北大の話もありましたけれども実はあの医療や福祉とそれからいろんなことと今熊本市は実はデータ戦略家というのを作ってまして去年から。 でそこといろんな機関と実は研究をしながら今進めているものがあります。ですのでこういう例えば社会活動とかそういうことと認知症の問題とかですねが解決できないかとかいろんなことはちょっとデータに基づいたあのまあ あのデータサイエンスみたいな形でですね今取り組みを進めているのとまあ,あとはそういう意味ではだから東北大特派大の連携もそうなんでしょうけれどもまあ,あとはだからその東京芸大もそうなんですけども今大学の教育だっても相当今変わっているというか今までのように同じようなやり方やアプローチじゃなくていろんなところが今連携し始めていて昔は大学というともう全然こう何て言うかな独立したというか地域からもまあ 割とこと独立したようなとこあったんですけど今地域ともどんどん共生をしていくそして大学間の連携というのがどん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 今進んでいるので、まあ、そういう意味ではあの自治体とコラボレーションするというのもとあの東京芸大とも例えばコラボレーションしたり例えば東北大学であれば。 今量子コンピューターの分野では、もうあそこ一番今最先端で研究されてますけれども、そういった分野にいろいろまた勉強させてもらうとか、いろんな多分分野があると思うので、ですねそれはぜひ、まあ、ナノテラスなのかどうなのかちょっと分かりませんけれども、いろいろな連携はしてみたいなというふうに思っています。 そうですねあのそういったビッグデータというかあのいわゆる計測データと連携したような活動というのはあの、まあ、京都大学との連携ですとかあと岐阜県高山市で健康診断データといわゆる文化活動の割合を紐付けた研究を10年間くらいの,地域あの長期介入研究というようなことをやって計測していったりですとか。 あとは、あの横浜市立大学さんと、あの、いわゆる芸術体験後のストレス度チェックみたいな、唾液検査みたいなもので、データ取ったりとか。まあ、そういう、あの、いわゆる医療機関等とか、あの、医学部等との連携というものは。あの、まあ、いろいろな形で、あの、進めております。はい。はい、はい、ありがとうございました。えー、っと、まあ、なんか市長がやっぱり、こう、あらゆる分野に。 の勉強しなきゃいけないんだなって大変だなって思いながらあの今お話を聞いたところで大変なんですよ大変そうですね、まあ、本当に大変なのよ <laughs> んなんかアートとこう総合計画とかよくこんなこと思いついたねってう思うんですけどで,す、ね、<laughs> でもやっぱりこれで多分皆さんあんまりね今までその関心というかあんまりこう触れることのなかった総合計画もちょっと感じていただけたと思うんですよ でぜひ、ね、展示見ていただいたりあとワークショップ行ったりまだ何回もずっとやってますが5月の何日まででしたっけ27日,でで ?27 日までだいぶたっぷりありますので、はいはい、その間にだから何かこう皆さんが触れていただいて新たに感じていただくと、はい、この8年間の計画ですよで4年間で見直すんですだからそういった時に皆さんがどんどんこう参加していただいて次の第 8, 第8時から第9時の総合計画の時はもう逆に皆さんが 最近に作ってますみたいな状態ができるとうん、うん、これ、最高だなと思うので行政主導型から市民主導型へ移っていくというのが8から9の転換点かなと思ってじゃあ、ここにいらっしゃる皆さんはその時はご協力をどうぞよろししくお願いいたますちょっと時間を過ぎてしまいまして申し訳ございませんでした。 えこれをもちましてオープニングトーク上質な生活都市熊本の実現に向けてアートによって町は動くかを終了させていただきます、えー、私なの皆様に大き,な大きな拍手をお送りください。うんうん、はいありがとうございました